人生でやめて良かったことなんか薬物って言ってもそんなやってないですけど僕はもう例えばマリファナとかを吸わないとライブができなかったし、うん、吸わないとテンションも上がんないし何もやる気が出ない。 うん、それをだから、ハワイの先輩がザントラックスっていう、わけわかんない、犯罪じゃないですけど、なんか、連絡くなっちゃって、おしっこらさらに連絡になっちゃうみたいな、シャブみたいな薬を僕に教えてくれたから、それで乗り切ったんですけど、